新型コロナウイルスの警戒が続く中、北海道江別市の高校では出席者を限定して卒業式が行われました。新型コロナウイルスの影響を受け、立命館慶祥高校では代表生徒の10人のみで卒業式が行われました。生徒はマスクを着用し、感染防止対策が取られました。卒業証書授与では担任教師によりクラス全員の名前が読み上げられ、会場に来られない生徒や保護者に向けて式の様子は YouTube で生配信されました。こういう形で式を行うこと自体は複雑なんですけれども、みんないろんな事情があって大変な状況の中で、式を行うことができたっていうのは一つ意義が大きいかなと。